皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、フィリピンで運転をする際のポイント5選ということでお話をします。はい、私はですね、8年前にフィリピンに来まして、だいたい1年ぐらいしてからフィリピンで運転を始めたんですけども、その運転する前はですね、本当とてもこんな無茶苦茶な運転するフィリピンでは運転したくないなとずっと思ってたんですよね。マニラにもダボーに来る前1年いたんですが、とてもとても無理だなと思っていました。ジプニー乗っても怖いですし、タクシー乗ってもすごい運転 しますからね、フィリピンではね。なのでできればですね、運転はせずにタクシーだとかジプニーだとかを使って移動したいなと思ってたんですけども、どうしても仕事の関係上ですね、車を運転しなくちゃいけなくなりまして、最初は実は嫌だったんですよね。本当にうわー、もうできるだけですね、運転したくないな、怖いなと思ってたんですよ。で、いざね、車を乗りますってなった時にですね、やっぱほんと最初怖かったですね。もうフィリピン人のスタッフに隣に乗ってもらって、彼はですね、もうフィリピンでのベテランドライバーで、いろんな人のドライバーを務めてきた人だったんですけれども、その彼に乗ってもらいながら、運転のコツを教えてもらいましたので、今でもですね、その教えてもらったポイントっていうのが役に立っているのもありますので、動画にしてお伝えしようと思いました。やはりですね、最初はタクシーとかジプニーだけでいいやと思ってたんですけども、やっぱり自分で運転できると全然ね、行動範囲も変わりますし、便利さが全然違うので、今となってはですね、車が逆にないと、困ってしまう、車が手放せない状況となっています。はい、それではですね、フィリピンで運転をするポイント5選のうちの1つ目ですね。1つ目のポイントは、強気で行けです。強気で行けですね。これはですね、本当に一番最初に言われた言葉なんですよね。やっぱりビク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 運転してたんですよ、最初は。もうすごい怖かったんで。日本では結構運転して、日本での運転は全く問題ない。むしろ得意な方だったんですけども、もうビュン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 来ますし、すごい運転するんで、こっちの人たちは、もう最初は怖くて運転してたんですけども、とにかくですね、もう be strong と、強気で行けってことを何度も言われまして、もうその度にギュッとよし、ここで行くんだって言って、行ったりしてましたね。今となってはですね、その言葉、納得できますし、まあ、今慣れるまでやっぱその言葉を思い出しながらですね、困った時は強気で行けと。まあ、もちろん、無鉄砲に行くと事故ってしまいますけれども、やっぱりですね、弱気で、あ、どうしようどうしようってなってると逆にですね、うまくいかなかったり、こっちでは、するような気がしますね。まあ、よく日本から来た方をですね、後ろに乗せたりとか、隣に乗せて運転してると、よくこんな入り方できるねと、私じゃもう絶対こんな運転できないと。言われることが本当に多いんですが、どういう状況でそうなるかと言いますと、ダバオもですね、結構もう都市部で、フィリピンはまあ場所にもよりますけど、都市部ほどですね、渋滞がやっぱ発生するんですよね。で、もう本当にもう、すごい数センチで、ギリギリでギュウギュウで詰めて、それで渋滞なんで、それを途中からこう入ろうとすると、なかなかもう最初は、こんなのどこから入れるんだっていうぐらい、今でもやっぱり入るときはストレス、ですけどね、うわまた入らなくちゃっていうんで、よし強気でって言って思って行くんですけれども、そういう時にやっぱ強気でこっちもですね、じりじり寄ってかないと、このちょっと手前で待ってると誰もね、止まってくれないんですよ。で、私も今運転してて分かるんですけども、ちょっと遠目で待ってられると、あ、入りたくないんだなって言って行っちゃうんですよね、こっちは。それがこっちグッと来て、まあ、ピタってそこで止まらなくちゃいけないんですけども、ここで、はい、入りたいんだ、私入りたいんだっていう意思がないと、こっちも、あ、入りたいのね、じゃあ、まあ今後ろも大変だし、どうぞと、気持ちの余裕がある人は止まってくれるんですよ、そこで。なのでですね、ここで強気で、まずこの入る、合流で強気で行って、もうギリギリというか、まあギリギリの一歩手前まで、本当に事故らない程度まで、掘っていっていくし、態度を示さないと。中にはドライバーさんによっては本当窓を開けてこうやってね、入りますよって合図してる人も結構見かけます。特に大きな車のトラックの運転手さんとかはですね、手でこうやってやって止まってくれって、もう車を静止しながら行くとかですね、よく見かけますね。それぐらい、もうとにかく自分が止めて入るんだっていう、それぐらいの強気でですね、行かないと、いつまで経っても入れないという、もう実際ですね、私がこうやって入ると、これ自分だったらもう一日中入れないなっていう声もよく聞きます。日本から来た方ですね。出張とか観光とかでいらした方は本当によくそういうことをおっしゃいます。まあ自分でも最初そう思ってたんで、やっぱビクビクして入らないと、もう強気で行け、強気で行って行けと、フィリピンのね、ベテランドライバーからアドバイスをもらってなんとかグッて行くと、やっぱ止まってくれるんで、さすがに。
こう入っていくというですね、はい、ことができますので、まず最初のポイントは強気で行けですね。はい、続きましてフィリピンで運転する際のポイント5選のうちの2つ目です。2つ目はですね、サイドミラーを頻繁にチェックせよということですね。はい、これもですね、ベテランのドライバーにアドバイスされたんですけども、とにかくサイドミラーをよくチェックするのも、まあ、バックミラーもそうですけれども、ミラーをチェックするようにと言われて、最初は、うんと思ったんですけども、日本じゃあんまり、当然まあね、必要な時は、サイドミラーチェックしますけれども、そんなにね、キョロ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 したことはなかったんですが、私は未だにフィリピンで運転するときはもう常に結構キョロキョロしてますね。って言いますのも、フィリピンで運転してると、前の車が急に止まったりだとか、急にですね、ウィンカー出してそこで止まられるっていうことがありまして、そこで止まっちゃうと、また渋滞が隣であるんで、いつまでも進めないということが発生するんで、急に、曲がろうとした車で急にウィンカー出した車を避けてこう行かなくちゃいけないことが結構あったりするんですよね。車線変更して行かなくちゃいけない、その時にやっぱりもうみんなビュンビュン来るんで、常にこう見てないと前もいつ止まるかわからないし、横から何が来るか、何がというかバイクが来るのかタクシーが来るのかジプニーが来るのかってわからないので、もう常にですね、自分の車とその後ろの状況と前の状況っていうのをですね、まあ運転してたら当たり前といえば当たり前なんですけども、その距離感も狭いですし車も多いので、結構あれですね、日本以上に、日本はある程度車間あるじゃないですか、教習所でもね車間を開けなさいって習いますけれども、こっちはその車間っていうのが結構ないことが、まあ渋滞もあったりするのにないことが多かったりする中で、でしかも日本よりも、運転のマナーといいますかね、急に止まられて、それで止まられてそこで一緒に止まったらもういつまでも隣が渋滞なので、その車が曲がることができなくてずっと待ってなくちゃいけないという状況になってしまうんで、もう、あ、この車もしかしたら今何回かブレーキ踏んでるから曲がるかもと察したら、そろそろもしかしたらこの追い抜いていく準備をしなくちゃなっていうので、サイドミラーをチェックするという、そういうのがですね頻繁にあるので、常にもう本当にチェックしているような状況です。なので、そのベテランドライバーから言われたサイドミラーを常にチェックしろっていうのは未だに、あ、そうだなとは思いますね。はい、日本ではねそんな意識しなくてもね、急に何か曲がらなくちゃいけない車線変更ってのはそんなにないと思うんですけども、こちらではもう常にそんな状況なので、サイドミラーをチェックすること、それがフィリピンで運転する際のポイントの2つ目でした。そしてフィリピンで運転する際のポイント5選のうちの3つ目です。バイク、ジプニー、タクシーに気をつけろですね。これも言われました。やっぱもうバックミラー注意しろっていう時に言われたんですけれども、本当にですね、バイクですね、一番もうギュン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 、もうやっぱり車が多くて渋滞もしてたりもするので、その間をこうぐーっと隙間さえあればビューンと行ったりするバイクが結構多くてですね、それに気をつけなくちゃいけない。なのでバイクの事故が一番多く目にしますね。バイクと車とかバイクとタクシーとかバイクとジプニーでこうぶつかっちゃってるっていうのは本当に、一番多く目にしますね。なので自分で運転してても本当ヒヤッとすることがやっぱ未だに多いですね。本当に隙さえあれば後ろからビュンと抜かれるので、こっちがですねやっぱり前が、あ、そろそろ前が止まるかもと思って車線変更しなくちゃなと思ってミラーをチェックしたら、やっぱりもうビュン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 来るので、それを待ってるとかね。なので、はい、バイクが来ると知らずに、あ、前止まっていけない、止まらった、車線変更ってね、チェックせずに、録音にチェックできずに行ったらバイクにバンとぶつかるってこともあるんじゃないかなと。で、またそうですね、渋滞してる中でもみんなが、車が止まってる中でもバイクだけはなんとかもうね、合間をくぐっていこうとするんで、結構人とぶつかりそうになったのも何回も見たことありますし、本当にバイクは要注意ですね。また、まあ、同時にジプニーとタクシーの運転手さんも結構運転が荒いので、ウィンカー出さないで急に曲がってきたり車線割り込んできたりですとか、ジプニーとかタクシーの場合、あとあれですね、お客さんがいたからって急に止まられる、ウィンカーなしで急に止まられることがあるんで、本当にその時はイラッとするんですけれども、まあ、特にこちらあれですね、ジプニーが止まる車線をこう走ってたりすると本当に止まられることが多いんで、できるだけジプニーが止まらない車線を走るとかですね、そういった工夫も必要になってきます。はい、運転がとにかくですね荒いのと、バイクはビュンビュンにもう隙間さえあれば来るっていう人が多かったりするので、その3つには気をつけた方がいいです。それが、ポイントの3つ目ですね。はい、続きましてフィリピンで運転をする際のポイント5選のうちの4つ目ですね。
合図はハイビームでっていうのが4つ目です。はい、これはどういうことかと言いますと、まあ日本でもねハイビームでチチッとやって挨拶することありますけども、こちらは本当にそのハイビームを使って、例えば自分が進んでいる中でこっちから来る車が待ってて、こっちが先に行くかこっちが先に行くかっていうので、合図として俺が先に行くよっていうのはハイビームでちょっと合図をしていくっていうのが多いですね。あと合図としては歩行者がいた場合、行っていいよっていう時もビビッとやって、ハイビームで合図をして歩行者に歩いてもらうとか、そういう時もハイビームで合図をすることが多いですね。結構ハイビームは多用してます。フィリピンのドライバーの人たちもハイビームで合図をするっていうのを多用しています。まあ、これは覚えてておくといいと思います。はい、続きましてフィリピンで運転する際のポイント5選のうちの5つ目です。はい、これはポイントと言いますか、事実と言いますか、5つ目はですね、サンキューハザードはないということですね。はい、日本だったらね、さっきコロナが言ってるように渋滞してたりして入れてもらった、親切な人が入れてくれたりしたら絶対にこうハザードランプを 2,3 回こうピカピカ光らせてありがとうございますってやるのがマナーですよね。はい、これを逆にやらないと、なんだあいつやらないなって怒ったりする人もいると思うんですけども、はい、こっちではですね、そのサンキューハザードというのはありません。まあ、これ海外他の国でもね、なくてなかったりして日本が特有かもしれないですけども、まあ、文化っていうのはいいですよね。サンキューハザード入れてくれたら、後ろだからね、ライトつけようにもないから、やっぱハザードランプで ありがとうっていうのは、日本の文化としてね、本当に素晴らしいなと思います。こちら本当にね、よく入れてもらう機会とか逆に譲ってあげる機会っていうのは本当によく渋滞が多いんで存在するんですけども、最初はやっぱね、入れてもらったら、あ、何かお礼したいなって思ったりもしたり、逆に入れてあげたのに何も言われないというのはね、日本から来たばっかりだとね、ちょっとんやっぱ日本と違うのであれと思ったりしたんですけども、まあ、最近は慣れましたけどね、もう入れてくれたらもう心と心で心の中でサンキューって言ったりね、まあ、中には入れる時にもし 目とか合わせることができたら、こうやって手で挨拶したりとかする時はありますけどね、逆にフィリピンの人がこうやって手で挨拶してくれる時もありますけども、はい、サンキューハザードっていうのはありません。ちなみにダバオに、いらっしゃる日本人の方でやっぱり運転される方なんですけども、このフィリピンダバオでもサンキューハザードを流行らせるべきだって、これはもうとてもいい文化だからって流行らせようと思ってね、ご自身でなんかサンキューの時はハザードを、されてるんだっていうお話を聞いたことあるんですけども、まあ、残念ながら、未だにサンキューハザードっていうのはまだダバオでは流行っていない状況となっています。はい、以上がですね、フィリピンで運転をする際のポイント5選なんですけども、ここまで見てくださった方のために番外編としてですね、ダバオ市、私が住んでるダバオ市ならではの、ポイントっていうのをお伝えしたいと思います。はい、その番外編なんですけども、ダバオ市ではスピード違反に気をつけろということですね。はい、ダバオ市は基本的にですね、街中を走るときは制限時速30キロの道が本当に多いんですよ。まあ、基本的にそうですね、ダウンタウンとかそういうところは、30キロとなってます。結構日本だったら車線がそんな2車線あって結構大きめで広くゆったり取ってあっても30キロだったりするんですよね。街の中心を走る JP ローレルとかいう道があるんですけども、はい、そこは30キロだったりしまして、まあ、40キロとかハイウェイとかダイバージョンとか呼ばれてる道は60キロだったりもするんですけれども、その30キロの道でですね、10キロでもオーバーしてたら、もしネズミ取り交通違反の取り締まりやってたら捕まってしまうんですよ。私はですね、人生で本当にゴールド免許でダバオに来る前までは来てて、運転のマナーですとかそういうことには自信があったんですけども、ダバオに来た後は3回スピード違反で捕まっています。ちゃんと罰金払ってますけどね。日本ではスピード違反なんてありえなかったんですけれども、こっちではやっぱこの30キロ制限時速30キロの道なんですけど、夜とかですね、ガラガラで何もなくって、日本だったら普通に60キロぐらいで走れそうな道を30キロで走れない、下手したら自転車に抜かれてしまうんですよね。走んなくてはならなくて、それを取り締まりやってると夜で誰もいないからスーッと行ってたりすると、はい止まりなさいって言って止められて、はいスピードガンで見ました、10キロオーバーって言って、40キロで私捕まったのは 3回ともですね、制限時速30キロのところをガラガラの時に40キロで走って捕まってる。
ていうことなんですよね。それ全部最初の方だったんですが、さすがに今はもう痛い目に遭ってるんで、最近は気をつけて走ってて捕まってないですけれども、本当に最初はええー、と思いましたね。捕まるとどうなってしまうかと言いますと、免許証を没収されるんですね。免許証出しなさいと言われて、自分でサイン書類にサインして、じゃあこの免許証預かるから、3日後に陸運局に行って罰金を払って取り返してくださいって言われるんですよ。で、仮免許みたいな紙ペラを1枚もらって、それがあれば一応その3日間といいますか、本当の免許が戻ってくる前までは、ある程度の期間が決まってて運転できるっていう仮免みたいな紙ペラをもらえるんですけども、嫌なのがですね、その罰金は1000ペソそこそこなんですよね。確か、10キロオーバーで1000ペソなんで、だいたい2000円ぐらいなんですよ。まあまあ、こっちの物価からしたら結構高いですけれども、その罰金を払うよりも嫌なのは、陸運局っていうところまで行って待たなくちゃいけないんですよね、その手続きするのを。で、私が行った時はもう陸運局って基本的に常に混んでて、やっぱ罰金で行ってる人もたくさんいるので、ひどい時はですね、1日中無駄にしました。ずっと待ってて、それで陸運局の方でもコンピューターのシステムが作動しないとか言いまして、だからちょっと待ってろって言われながら、ずっと暑い中ですね、それもエアコン効いてなくて、結構体育館みたいな中で蒸し暑い中、一日中待たされたんで、その罰金を払うよりも、その待たされた方が、その体罰の方が結構効きまして、これはもう二度とスピード違反しちゃいけないなと、お金の金額よりも、それで、待たされるの、暑い中で待たされる体罰の方で、反省したので、まあ効果はあるのかなと思いますけど、本当に面倒くさいんですよね。その場で罰金払って終わりとかじゃないので、はい、ぜひダバオで運転する機会がある方は気をつけてください。はい、というわけで今日はフィリピンでの運転についてね、お伝えしましたけれども、本当に最初も申し上げましたけれども、最初は怖くて嫌で嫌でしょうがなかったんですが、今はですね、本当に便利なので、車がないと生きていけないという人生になっています。逆に今ではですね、フィリピンの方が気を使わなくていいんですよね。入り込むとこもみんなもう強引に入り込んで当たり前なので、自分も日本だったら絶対にこんな入り方はできない、もうなんだあいつはってピーってクラクションずっと鳴らされるような入り方でも、こっちは当たり前なので、パッと入って普通にその後行けるって変な入り方をしても、煽り運転とか まずされることはないですね、こっちでは。はい、なので気を使わないという意味では日本より気が楽かなと。最初こっちで運転したばかりの頃はもうこうやって入られると日本とやっぱ全然違うので、イラッとね、その度にしましたけど、今では慣れて、まあしょうがないなと、自分が行けるときは行くし、あっちがこうやってタイミングで、おなかなかいいタイミングでこう強気に来たなと思ったら入れてあげますし、はい、結構その読み合いっていうのがね、こっちの人ならではの読み合いがあるので、まあ、それがよくずれてぶつかっちゃってたりもしてますけれども、その読み合い探り合いっていうのが分かればですね、日本よりも私は、リラックスと言いますか、リラックスじゃなくて気を使わずに運転できるっていう意味ではいいかなと思いますね。逆に日本に帰った時にちょっと自分の運転荒くなってるんじゃないかなって思ったりもする時もありますけれども。それと、まあ、あとあるあるなのは、あれですね。日本に帰った時、こっちと日本で、ハンドルの場所が違うので、こっちは左ハンドルで右車線ですね。なので、日本に一時帰国した時なんかは、久しぶりに帰ると、ウィンカーとワイパーとでよく間違えて、曲がろうとした時にワイパーが動いちゃうとかですね。逆にワイパーやりたいのにウィンカー出しちゃったりとか、ごちゃ混ぜになってしまって、それが日本からまたこっちに帰ってきたら、またそれでごちゃ混ぜになっちゃってって、そういうことはね、海外で逆ハンドルで運転したことがある方は、そうだね、経験あると思いますけれども、そういったあるあるもあったりしますね。はい。というわけで今日はフィリピンでの運転についてお伝えをしました。この今日お伝えした他にもですね、様々な運転のポイント、フィリピンならではのポイントっていうのがまだあるかと思います。まだこんなのあるよっていうのがある方はぜひコメント欄で教えていただければ、フィリピンでですね、運転しなくてはならないとなった人とか、どうしようしたいけど怖い、絶対無理と思ってる人を背中を押してあげることになるかもしれません。ぜひコメント欄に、ポイントを残していってください。はい、私の動画ではこのようにフィリピンで役立つような情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録がお済みでない方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。